じゃあ俺から聞きたいのはただ一つ、なんで連絡してこないんだろうっていう意味がわかんない。なんか今までやってきて、まあ、そんな不義理なことねえだろっていう。まあ順番にさ、おのおの言いたいことあるでしょ。あるんだと思うんですよ。で、多分どうせ仲良くなんだよこのまま。ほっといても別にこんなことしなくても最終的には仲良くなるんだろうし、友達なんでしょ。多分違うの。俺はもうちょっと無理だな。違うよ、今までの話。友達だからこうやって、そうっすよ。違うの。そうっす。で、これからその先どうなるかは、まあそれはまあ分かんないけど、誰にも分かんないけど、まあ、俺がこんなこと言うのもちょっとなんか分かんないけどさ、はい、なんか各々の思ったことを言わないで連絡を取れない間にそれをマイナスなことが増幅して、それを口に出して周りの人間に与えてるっていうのは俺良くないと思うんだよね。話し合うべきだよ。単純に連絡しないのも悪いし、なんでしないんだって聞かない方も悪いし、それ相手の気持ちを尊重しないで何も分かるわけないじゃん。まずなんでこういうふうになったのかっていうとこから始めたらどうですか。まず続きでは話して、うん、まあ、正直、まあ、ここまでずっと続けてきて、なかなか基本も全部2人でやってきたし、多分俺が会社辞めたのが2020年10月ですね。で、東京で住んで中野ドリブル旅して静岡戻ってきて、まあ、伸びない中なんとか1万人まで行ってみたいな感じで、基本的な喜怒哀楽だったりとかはずっと2人でやってきたなと思うし、 YouTube 以外もなんか支え合ってじゃないですけど、そんな、 なんか気持ち悪い関係じゃないですけど、まあなんかいろいろやってきた中で本当に半年ぐらいですかね、ここなんか中野の人生を生きてるなっていう感覚があって、なかなか悪いとかじゃなくて、自分がやりたいこととか自分がじゃあどうなりたいかとかじゃなくて、アミーゴとしてどう生きるべきとか、仲間がやりたいって言ったことに対して自分はどう対応するべきみたいなものがあって、まあ、そう当時は別になんていうか YouTube 伸ばすって考えたらそれが当たり前だと思ってたんであれなんですけど、まあ単純に自分の例えば編集のスピードだったりとかっていうのを遅れた時に、まあ、当たり前の中野は怒るじゃないですか。で、その感情をおそらくちょっと前までっていうか本当1年前とかだったら当たり前だなって思うんですけど、なんていうかそこに対してそもそも怒りが湧かない自分みたいなのもいて、うん、なるほどね。でその時点で、まあ、中野に対して申し訳ないなっていう気持ちが一番にありつつ、でもこのままなんていうかこの感情でやっててもなっていうのがあった中で、直近2週間1週間前ぐらいのそのなんでそんな怒ってるのかわからんわっていうラインがあったんですけど、うん、あ、中野君から、そうそうそう、それに指摘に対しては別に至極真っ当だと思うし、一生懸命やってる人だったら、もうただなんていうか返す言葉がないまま来ちゃってたって感じです、うん、それはまあ最近のね。そうっす、1ヶ月前ですね、ほぼ2月16なんで。じゃあそっからはもうあんま連絡取ってないの。1回も取ってないです。1回も取ってますね。なんかやっぱりちょっとあれなんだよね、価値観が変わってきてるんだよね。いやでもそれはでも自己中かなって俺は思うけどね、うん、結局人とやってんだからそっちを優先するべきだと思うし、連絡するのって誰でもできるし、まあ、いろんな感情があってね、なんかその自分の思うことっていうのも1年前、2年前と変わってくるっていうのはまあもちろんあると思うけど、まあ、それを自分の中でやっぱりこう思ってるだけでやっぱ相手には分からないからね。そうですね、うん、で中野くんは中野くんで多分何も変わんなそうな感じだもんね。何ですか、ずっとそのモチベーションがっていうか。じゃあまあ
YouTube やるのもサッカーやめてその交換として YouTube やったんで、うん、言ったらサッカー16年間やってきてその同じ熱量でやってるんで、なんかそこで、まあ、僕が一応やろうっつった側なんで、うん、これで僕が熱量責任なわけ、あ、そうそうです、うん、熱量誰よりも高くないとやっぱおかしいじゃないですか、うん、でもともと熱量の差やっぱあるんです、これはまあ当然なんですけど、僕が最初にやろうっつって、まあ、もう俺とマッシュの差も絶対あるし、まあ、ただ、まあ、別に熱量の差今までもあったし、そんなに怒ってじゃあもうやめろとかなんないんですけど、連絡を何もしてこないっていうのが意味が分かんなくて、その今までやってきて今一人で YouTube 上げてんのに、それなんかやんなかったり言わんの、まあ単純にもうこの感じもそうですけど、うん、言ったところだよなっていう個人的な悪いところが出たっすね。そうだね、俺ちょっとそれ連絡すべきだと思うよ、だから単純に僕が悪かったっていう、うん、まあちょっと今ねこの動画撮る前にリアル1時間半ぐらいちょっと喋って、まあちょっと動画にしようっていうことで今動画回してます、はい、はい、僕自身例えば編集、僕らって結構2人で交互に上げてるんですけど、まあ、そこに対して の編集期日に遅れてしまうみたいなことがここ 1,2 ヶ月特に多かったりして、もともとあったなんかそういう YouTube だったりとかこういう活動に対する熱量の差みたいなところがすごくより大きくなってしまっていたっていう現状がありました。で、1ヶ月前ぐらいですね、まあ喧嘩までいかないんですけど、なんていうかまあこじれてしまって本当に連絡取り合わないみたいな期間が1ヶ月ぐらい続いて、今日、まあ、本当ある方のおかげでいろいろ話して、まあ、完全にすごい和解したってわけではないんですけど、まあ、ある程度なんていうか次の方向っていうのを見せていかないと、まあ、応援してくれてる方々にも失礼ですし、今後中野がこうやって YouTube 動画上げていくことに対しても見られ方も良くないよねっていうところで、今回ちょっとこういった緊急の動画を回させていただいております。で、まあ皆さん思うことはいろいろあると思うんですけど、まあ、僕個人的には一旦アミーゴはお休みじゃないですけど、自分自身やるべきことだったりとかやりたいことを見つめてそれを頑張っていけたらなっていうのが思いになります。まあ僕としては、まあ、やっぱ一緒にやってきたけどなんかその行動しちゃうかみたいな感じので一緒に何か目指すっていうのがまあ啓太とはちょっと無理だなっていう今の自分の気持ちって感じですね。とりあえずケイタは自分の人生を生きるっていう、まあ、でもこれ結構マジで俺は大事だと思う、うん、まあ、正直こういう話去年沖縄で会ってドリブルゴールした時かゴールした時まあ何したいのみたいなところで、まあ、確かにまあアミーゴ伸ばしたいはそれ本心だしなんかサッカーを通じてみたいなところあったんですけど、なんていうか作った自分でもあったかなみたいなところは正直あって、だからこそこの中野と接したことある豊洲体育館に来てる子とかサッカーをしとってること分かると思うけどめちゃめちゃ熱量高いんですよ。そうだからこそそれに対する自分みたいなところでね、燃え切れてなかったし、だからこそ迷惑をかけてっていうのが、まあ、今回本当に 100% 僕が悪いと思うんで、まあこれからの中野も応援してほしいと思いますし、これからのアミーゴもぜひ応援していただければと思います。じゃあ最後にディブレック静岡入んなかったら経緯だけ言って終わる。ディブレック静岡それは関係ないやん全く。まあ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 、まあ、だってこんだけ静岡卒入ってて経緯が入ってないと普通に考えたらおかしいって思うじゃんいや本当に俺なんなら一番最初に誘われたぐらいだよね、まあ、メンバー決まってない、ね、3回ぐらい言ってて中野から監督から結構誘われてたんですけど、まあ今日日曜日だよね。そうだ、なんていうかこうなりそうまでいかないけどなんかこんな感じになるかもなみたいな予想をちょっとしてたの、はい、誘われた時にってなった時に今って立ち上げメンバーじゃん。でこのメンバーって多分じゃあ仮にねうまくいくうまくいかないにせよめっちゃ大事なメンバーだと思うよ。
まあでも啓太多分その周りの音気にしすぎて自分がどうなりたいかがあれだから、うん、そう。じゃあその時の啓太はどうなりたかったか多分言った方がいいんじゃない、その入りたかったのか入りたくなかったのか、その周りが。いや俺だから周りがそうだからこそ入りたくないなと思った。なんていうの、やめれないやん、そのあ、じゃあごめん俺あんま行きたくなくなってきたわとかできないじゃん、うん、その本気でやってる人たちに対して、うん、だから別になんていうか俺やるんだったらその辺のチームでいいなと思った、もし自分がサッカーやりたいんだったらね。けど本気でそうやって、例えばリーグがいくら下にせよさ、本気の集団に本気じゃないやつっていらないじゃん、うん、って俺は思うから、だから断ってたって感じかな、うん、覚悟は決まってないしということらしいです。だからあのメンバー紹介のインスタとか見てくださる方でアミーゴ啓太入んないんだっていう疑問があった方で言うと僕はそんな感じですね、うん、らしいです。カジさん、カジさんにずっと言われてたから啓太入らんのって、うん、仕事らしいです。はい。他大丈夫ですか？何かあります？アミーゴ3人でいるとこを見たかったですね。ああ、それは僕も一番やりたかったですね。はい。いつかその日が来ることを待ってます。2024年のうちはないかもしれないですけど、もし時間が経ってできたら嬉しいです。まあ、いろんなことがありますよ、人生。まあ、逃げることだけしなきゃいいんじゃない、うん、逃げじゃないんでしょ、別に。逃げじゃないね。なんなら、勝ちに行かないためだなって思ったね。はい。じゃあ、そんな感じで終わっていきますか。はい。はい。じゃあ、最後、どうぞ。え俺も大事なことわかんない。まあ、本当に、アミーゴ始めて何年、俺ら2年半ぐらい、応援してくれた方、また仲良くしてくれた方、声かけてくれた方、本当にありがとうございました。まあね、振り返ればキリはないんですけど、本当に夢みたいな時間でしたね、個人的には。もともとプロサッカー選手を目指しててね、キャーキャー言われたいなっていうのでやってて、でそういった日の目を見ることもなく引退して、でもアミーゴのおかげでスタジアムに立ったりとか、アミーゴのおかげで見ず知らずの人に声かけていただいたりとか、普段行けないような場所に行けたりとかあったんで、まあ、それはやっててよかったなと思いますし、でもなんかこの立場をなくしてしまったのも自分だと思いますし、まあ、今後はそれこそ中野が言ってたように自分の人生で生きて頑張っていければと思います。またどっかで見かけたら声かけてください。ありがとうございました。